今回は人間関係は〇〇ができない時に終わらせるべきということで話していこうと思います。人間関係悩んでる人の多くは、いやその関係を終わらした方がいいのになーっていうような関係にすがりついてしまってる場合っていうのは結構多かったりするし、 どのタイミングで人と離れた方がいいのかっていうことが、まああまり把握できてない人が多かったりするんですね。なのでそこをシンプルにしておくだけで、実際に人とね、離れなかったとしても、あ、このタイミングで自分は離れればいいんだとか、あ、こういう時はこうすればいいんだっていうふうに、自分の中に答えがあると、楽に人と接していくことができるようになるので、なので今回はね、こういった人間関係は、 これができない時に終わらせるべきなんだよっていうことを話していこうと思います。このチャンネルではそういったコミュニケーションとか生き方考え方とかそういった部分を主に解説しているチャンネルなのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回も内容に入っていきましょう。 まず、人間関係においてよろしくないことっていうのは、我慢していることなんですよね。我慢しているときっていうのは、やっぱり我慢っていうものにはリミッターがあって、この段階まで行ったら爆発するよっていうものがあるんですよ。だから我慢ってしょっちゅう爆発しますよね。<laughs> いろんな人が我慢爆発してるじゃないですか。我慢っていうのは、貯め、めれば貯めるほどなくなっていくものじゃないんですよ。自分の中に蓄積されていくものなんですね。だから我慢っていうのはよろしくないんだよっていうことです。だから、我慢じゃなくて、許しが大事なんだっていうことなんですね。 で許せないならもう離れた方がいいよっていうことなんですよこれが今回のテーマで我慢じゃなくて許すっていうことをしないといけないんですねで我慢っていうのは別に自分が育たなくても自分を磨いていかなくてもできるんですよ現状の今をなんとなくで表面的に取り繕っていたいから自分はこういうことを思っているんだけどぐっとこらえて我慢しようっていうのは できるじゃないですか、誰だって。でも、許すっていうのはなかなかできないですよね。相手を受け入れ、自分を受け入れ、その出来事を受け入れて、もうしないでねって言って、相手を許してあげるみたいな。だからそういう許しっていうのは結構心を広くしていかないとできなかったりもするわけなので、この許しっていう決断もなかなかできないですね、多くの人は。許しっていう決断ができないからこそ、許せないけど我慢しようってなっちゃう。 で、その結果、どん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 自分が我慢していって、自分が被害者になってて、あの時はこういうことしてくれなかったのに、あの時はこういうことされたのにとかって言って、どん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 自分の中で我慢が溜まっていって、相手がもう知らないうちに、なんかどん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 怨念みたいなものが溜まっていってね、いつか爆発して、いつのこと言ってんだよって相手はなるみたいなね。そんなことってしょっちゅうあるじゃないですか。こういうのは自分が我慢するからダメなんだっていうことなんですよ。我慢するんじゃなくて、許していかないといい人間関係は絶対に築けていけないっていうことなんですね。 だから、許せないけど、離れたくもないっていう状態は、現状に我慢するっていうこととイコールになるんですよ。相手を許すっていうこともできないし、でも離れることもできない。から、我慢するしかなくなるっていうことなんですね。で、この我慢している状態を自分は被害者だと思ってしまうんですよ。違うんですね。自分が決断できなかったから我慢しているだけなんですよ。これを忘れちゃいけないよっていうことです。 だから、人間関係に複雑に悩む人って、ほとんど、許すか離れるかっていうのを決断できていない人なんですよ。僕も結構いろんな人から相談を受けてるんですけど、人間関係でこうこうこうで、って悩み喋ってるともう、解決策って結局のところ、それを許すか離れるかなんですよね。それしかないんですよ。本当に、あの、根本的な部分まで行っちゃうと、許すか離れるかなんですよね。でも、このどちらもできないから悩んでるんですよ。 だからそこを避けて通ろうとしても、絶対複雑に考えた結果、結局のところ許すか離れるかにたどり着くんで、ね。なので、 このどっちかをするしかないよっていうことなんですね。だから、相手を許そうって、その相手を許そうっていう、その、ま、試みっていうのはめちゃめちゃ大事なんですよ。人間関係において、多少相手を許していくっていう力はいるので、全く相手を許す力がありませんっていう人は人と関係を築けないので、だって必ず人とは価値観が違うからね。だから自分との違うを許すっていうことは絶対していかなきゃいけないし、受け入れるっていう能力は絶対必要なんだけども、でも、それがなかなかね、できないってなってくると、やっぱ人間関係っていうのは厳しくなってくる。だから、まずは自分が、 相手との違いとかっていうものをある程度許せるように自分の心を広くしていくっていう努力は大事なんですよ。でも、だからだって許しちゃいけないラインっていうのもありますよね。<laughs> 例えば犯罪を起こすとかってやっぱ許しちゃいけないわけですよ。だからそうやって許しちゃいけないポイントっていうのも絶対にあるから、 だからそこを越えてしまったらもう離れるしかないかとか、あ、自分はここだけは絶対許せないんだって思ったところを越えられたらじゃあもうちょっといいかってなって離れるとか、っていうのは全然愛だと思うんですよ。そうやって自分の中でちゃんと決めておくってことですね。ここまで許してあげるけど、ここもこっから許してあげないよみたいなところはしっかりと決めておいた方がよくて、でそこで自分の中でこの、ここを越えたら離れようっていうのをしっかりと決めておく。そうやって、まあ自分も結局のところね、情が絶対に出てくるんですけど、 でも、この情を乗り越えることによって自分の人間関係がすごくシンプルになってくるし、あの、自分がそんなに悩むっていうことがなくなってくるんですね。やっぱり情の関係になってる時ってしんどいじゃないですか。彼氏と別れるの別れないのってなってる時ってめちゃめちゃエネルギー取られますよね。ああいうふうに自分の精神衛生上も良くないんですよね。やっぱりその情で繋がっている状態っていうのは。だから、そういう時はやっぱりこうシンプルに、 許せなくなったら離れるって決めておく方が自分の心としても楽になるわけですね。だから必ずこの許すか離れるかのどちらかを選ぼうねっていうことです。このどちらかを決断しないから我慢するとか、なんか悩むとかになっちゃうわけなので。なので許すか離れるか決めるっていうこと、かなり大事です。 だから、許す努力か、離れる決断か、ということでですね。結局のところ、はっきりさせるのが悩まないコツなんですよ。自分の中で考えがまとまらなかったりだとか、なんで自分で悩んでるんだろう、っていうことも分からないから、僕たちっていうのは悩んじゃうんですよ。どん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 ,どん。だから、あ、今は自分は、許す努力ができていないか、離れる決断ができていないかのどっちかなんだなっていうふうに、自分の中で考えがまとまると、じゃあどっちを選ぼうかなってなれるじゃないですか。だから人間関係に悩んだ時っていうのは、相手を、こ,こ,このタイミングでは、 をを許すようなな努力をした方がいいのかなじゃあ自分が許せるように考え方をちょっと再定義してみようとかね。えー、そんなことを考えてみる。でも、いやでもこれだけは絶対許せないわと思ったのであれば、もうこいつとは離れようって決断すると。っていう風な感じしっかりと決めておくと。まあこんなこと言うとね、じゃあ職場で離れられない関係でどうしたらいいんですかみたいなね、えー、質問とかもあったりすると思うんですけど、これは別にあの距離的に離れろって言ってるわけじゃないですよ別に全く喋らないわけでじゃなくてもいいじゃないですか。自分がこの人と、 友情を育むのを、人間関係、信頼関係を育んでいくのを、もうやめておこうっていうだけでもかなり違うので,で、そういうふうにね、自分の中でしっかりと分けるっていうような考え方をしていると、どん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 楽になってくると思うし、自分が誰に対してエネルギーを注ぎたいのかとかっていうのも、結構把握できてくると思います。やっぱ人ってね、なんか自分のことを嫌ってきたりとか、なんかないがしろにしてきたりする人に、どうにか好かれようとね、してしまったりするんですけど、本当に大事な人っていうのは、 自分を大切にしてくれる人だったりとか、自分は大切にしたい人ですよね。だからそういう人たちにもっともっとエネルギーを送っていった方がいいと思うので、なのでこういったね、二つの基準っていうものをしっかりと作っておいたらね、あの、この人にエネルギーを送ろうとかあ、この人にはもうあんまエネルギーを送らないでおこうとかっていうのが明確に決められると思うので、まあ、ぜひ意識してみてもらえたらなというふうに思います。でこういうふうにね、まあ、自分の心に余裕があって、楽になって余裕ができてくると、やっぱり人のことを見てあげられたりとかね、してくるんですよねで。人のことを見てあげられるからこそ、人に親切に何かしてあげられたりだとか、 人に与えるようなあの話し方ができたりとかね、まあ、そういった人間関係においてもどん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 いい結果っていうのが生まれてくるわけですね。なのでそういうふうに、まあ、自分の中身をどん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 変えていってね、あの周りを 笑顔にしていけるようなね。まあ、そんな振る舞い方できる人をどんどん増やしていったらいいよねっていうことで、まあ、僕、メールコミュニティでそういうことをどんどん話していってます。で、今は特にね、あの、器を大きくしていくっていうことをテーマにしてて、まあ、自分のね、え、器ですね。まあ、自分が人を許せるとかね、人を理解してあげられるとかね、そういう風な感じで、あ、こいつでっけえなとか、なんか尊敬される人のね、特徴っていうのをたくさん持ってるような人をね、あの、増やしていきたいなっていうことで、まあ、そのキャンペーンやってるんですね。なので、ま、ぜひあなたにも参加してほしいなと思うので、 概要欄にある URL から参加してみてみくださいで毎日こんな感じで動画もアップしていってるんで、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。